6月26日王子山陸上競技場で行われた日清食品カップ第38回滋賀県小学生陸上競技交流大会。この大会は滋賀県の小学生の4年生以上が集まって、する大会です。今大会につきましては650名ほどが大会に参加しています。滋賀県内の小学生がいろんな競技で自分の力を出し切って、そしてその出し切った力が全国につながる、そんな大会になっています。今日はこの大会で皆さんが新しい自分に出会えるように頑張ってください。種目は学年によって違います。 5,6 年生が参加するのは100メートル走、80メートルハードルと走り高跳びによるコンバインド A、 そして走り幅跳びとジャベリックボール投げによるコンバインド B です。4年生は100メートル走と走り幅跳びに参加します。今回は6年生の活躍を中心に紹介します。男子6年コンバインド A のうち80メートルハードル1位は森山陸上教室の広瀬宗成選手。続く走り高跳び、こちらも広瀬選手が1位、見事総合1位でした。女子6年のコンバインド A、 手前のレーンゼッケン43番のウィンドラン陸上クラブ森口沙奈選手。森口選手は走り高跳びでは5位でしたが総合1位となりました。ハードルでは自己ベストではなかったんですけど、そこが、まあ、悔しい気持ちもあるんですけど、まあ、みんなで楽しくできたところが良かったと思います。お兄ちゃんが陸上やっていて、そのきっかけで陸上を始めました。全国大会に出て全国でもトップに立てるように頑張りたいし、将来では世界に向けても練習を続けていきたいです。突然ですがサンドさん、子供たちが投げているこれ見たことありますか？これはジャベリックボール。楕円の形をしていて、腕と肩甲骨を大きく動かして投げます。投擲種目の普及を目的に、体全体を使った投げ動作を身につけるため、近年ソフトボール投げから変更されました。女子6年のコンバインド B、ゼッケン266番ランクラブの山田優優選手。ジャベリックボール投げで1位、走り幅跳びは惜しくも2位、総合で1位となりました。女子6年 100m 上位8人による決勝。1位は東近江陸上スポーツ少年団の向井瑠香選手。記録は13秒89。予選決勝とも13秒台は向井選手だけでした。予選の方がタイムは良かったけれど、1位になれて良かったなって思います。去年の全国大会のリベンジをするために練習を頑張っていました。強い向かい風だけど、13秒台が出せたのが良かったなって思います。将来の夢はみんなから憧れられる陸上選手になることです。いよいよ男子6年 100m 決勝。1
位は長浜市陸上教室の藤川雄志選手。記録は13秒40。2位の青木優選手とはわずか 0.03 秒差でした。走るときは緊張しましたが、1位になれたので良かったです。走るのが、あんまり得意ではなかったので、毎日自分なりの走りをしたいなという練習をしました。将来の夢はオリンピックに出たいです。そして5、6年生男女混合のリレー決勝。森山陸上教室が1位でした。今大会の成績です。4年生の結果です。続いて5年生の結果です。そして6年生の結果です。今大会で好成績だった選手は8月に神奈川県で行われる全国大会に滋賀県代表として出場します。